35度。今日はこれ、いつもは第1土曜日だけど、うん、第1土曜日は1月1日で、うん、このビル自体が休んだ。ネギシも休み、うん、今日はチャンスで。そうやな、人少ないから。そうや、そうや、そうや。今日は何ですかね。ん、今日は何ですか、狙いは。ハチやからニューバル。虎年っていうのもあります。そうだね、わしも言おうと、言おう、今じゃないけどずっと言おうと思ってて。そうだな、マイファイブいっぱいおんで。そうだよね、うん、マイファイブいっぱいおるし、なんと、うん、うまい棒も5台もあります。え、うまい棒あんの。なんで目を輝かす。嘘やろ。なんで目を輝かしてん。いや、うまい棒いいでしょ。5台もあんねんで、うん、うまい棒結構出るからね。そうなん。そうだよ。なんか全然、なんか全然イメージなかった。そうなん。そうなん。うまい棒5台もあんで。いや、うまい棒でしょこれは。ちょっと、うん、ちょっと真剣。うまいって言うんだよ、光る時。 A タイプな、うん、ジャグラーみたいな感じで。そう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 、うまい棒があるとか。そう、うん、全然想像つかないよね。結構ファンキーみたいな感じで、うるさい。うん、そう。ほんまか。うん、ほんそうだよ。俺他の店でうまい棒売ってて、演出組んじゃポンってす、両隣の人もびっくりするぐらいの音だ。ほんま。そうだよ、ほんまか。ピクッて。そんな。来た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 。寒いんだあれで。なあ、結構あったかそうだよ。めっちゃ穴場や。やったやな。もう抽選受けるだけですごい。の、そうやんな。やったやん。だっての、そうやんな。で、60番とかじゃないってことやで。そうだ。絶対。あれ、出歩かないでほしい。え、どれ。ピンクのゴリラさん。ああ。バレるな。もう締め切ったから。抽選は締め切った。あ、抽選は締め切ったから。うまい棒いけるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待ってって。なんでうまい棒大好き棒なの。はい、はい、いいです。またまた。とはいえ今日はな、参加人数様が少なかったっていうのもある。元 E 番号10番です。前回5番、今回10番。あ、あそこでいいか。この間、あ、かっこいい。だからお城ここって言って。かっこいいよ。いいから、何するの、どうする。え、どうしようね。これ番長座れてまうんじゃん。番長座れると思う。なあ、だって前回16番の方が座ってはったから、私5番で1番乗りでな。座れてまう、番長。いいんじゃない。そう、今日候補いっぱいあるんで。あるね。まず8日ということで、こんな機会ないからな。そう、8日ということでニューパルか。しかもわし、ちょっとこれは動画で出せるかどうかわからんけどな、この前言ってたな、あのさ、あのさ、あれあれやん、顔認証。今の顔認証やん。国際センターって書いてな、これのデータ、リアルデータタイム見るやん、 LINE の、うん、見て、トップにニューパルが来るね。ニューパルじゃん。そうだよ。この前さ、何やろって出たよ。なんでトップこんなんでしたっけみたいなさ。だからニューパルかなとも思ってました。そうなんだよね、そのトップに来るやついつも違うんだよね。そう、そうやね。そうなんだよね。だからニューパルかなっていう気持ちがありました。確かに、確かに。でも番長に行ける番号なのにっていう気持ちもあります。
うわ確かにね、番長と、でもこの人数だったら多分ニューパル空いてると思うんだよな、番長終わってからでも、だから結局前傾ってことでしょ、やる可能性あるもんね。わからん、でもと言っても前回はトップに番長が来てたけど、でも前ジャグやったっけ、あのここのボックスが一列、ワンボックスやったっけ、ワンボックスだった、そうやから、わからん、そうだ、ね、惑わせっていうかあれかもしれん、罠、うん、罠ではないけど、うん、私のも6っぽかったしさ、うん、自分の好きな台を貫いてねっていう意味かもしれん。あ、難しいですね。まあ俺だったらうまい棒いっちゃうね。なんでやねんって、いきたいからうまい棒いっちゃう、なんで5台、うん、でも番長のとこ座ったらうまい棒も見れんだ。あ、そう、うん、顔認証、ウォームアップ、ほらうまい棒がここにあります。はい、で、番長はここにあります。うわ、うまい棒なんか入れそうな場所だよこれいかにじゃあでも秘宝殿もちょっと行きたいですけど、1台しかありません、秘宝殿は。秘宝殿1台なんすよ。うん、そう、1台やった、見た、うん、マイジャグラー5に来てますね。そう、いっぱいあんのよ。トラ年、トラ年やからな、あのトラッピがさ、デカデカとデーンってある、うん、トラ年にふさわしいですよ、これは。この店はね、本当にね、何やってくるか。そうやね、もう忘れな、結構さ、えげつないことやってきた。そうやね、ほんまねな。俺さ、昔さ、まだ4号機の頃とかさ、年末年始のさ、一番回収する時期じゃん、俺としては。その時に、まだ設定確認 OK の時代だったんだよ、うん、半分設定5やったから、大花火とかある時代、しかも1台置きにね、353535の並びで前台だったの、30日、どうしよう。そうで、なんか店員さんが明日もやるからみたいなこと言ってて、明日も頑張るからみたいなこと言ってて、次の日全部据え置きだから、そういうのやるんだ。1000人ぐらい集まってまうんじゃん、そういうことやるんだと思うんですよ、昔から。じゃ全部さっきのやつがさ、うん、入ってる可能性だってあるってことやね。 そんなレベル的に言ったらさ、うん、しかもだって先月は関東で一番出てたからね、大平均が、うん、これでいつもの日は、まあ、去年2021年は全部プラスってことやろ。そう、1日も操作枚がマイナスの日はないっていう、すごいよな、普通に考えて。だからここはうまい棒でもそんなとこですかね、はい、はい、まあでも番長いけるでしょう、番号はいけると思うで、うん、ありがとうございます、お願いします。これと土曜日です。私今日は60名様いはれへんかったぐらいかな、ちょっと今日はいつもよりも少ないです、あの場よ。で、私はなんと10番でした。10番、天才で、天才キッズは番長3に来ました。番長3はラス1でした。前回よりもちょっと競争率が高くなっておりました。前回は16番の方が番長3に行ってるのを見たぐらいなんですけれども、ちょっと今回はな、私10番で、入場10番で、あかんでした。あかんちゃう、ラス1でした。言うて、でもなんとラス1の台が一番私の狙い台でした。ちょっと最近ちゃうかな、今回ね。早っ！ありがとう。何番台かメモっといてな、ありがとう。はいや、はい、ほんでなんかバーバー言うてる間に絆から四五六角が出ました。はい、
やるわ。じゃあわしのこれ、わしは番長3です。やりまーす。まだ300ゲームくらいしか回してないけど、弁当も10個くらい引いてんで。よし、さっきのチャンス目が対決になりました。番長バドミントン、頑張れ。カラーの特訓でございます。アルスアルス、アルスアルス。特訓中にチェリーも引きました。チェリー引くけど、お願いよー。シェンガンだ。あ、とどめや。入るわこれ。なんか長かった気にするしな、特訓な。はい、ありがとう。チャンス目からの対決特訓言うて、本日の投資は1万2000円でいただきジャーニーに行ってまいります。カルンちゃう？ゲーム数で言うたらまだ345ゲームです。しゃあ、はい、見えてる上乗せは一つも取っていません。続くかな、どうでしょうね。あかんかったわ、単発です。普通の画面116枚単発で終わってしまいました。ベル割れた。やったやん、ナイスやん、ありがとう。やるやん、いいのを聞かせていただいたわ。行ってくるわ。ベルは割れました。お上手ちゃうかわし、これはぁー、弁当今日救世主やな。はい、ありがとう。まだ75ゲームです。 ART 終了後の46ベルで特訓言うて対決で当たりございます。本日2回目の ART です。ほんでさらに祭り1かな、231番台とかな、いっちゃん角、いっちゃん右角の番長3から絶頂を確認いたしました。まだ10時40分やで。ありがとう、足切れへんと思ってよ。はい、ありがとう。上乗せを一ついただきました。よありがとう。
てるか。2連で終了か。187枚2連で終了っぽいな。最近な寒いからな、お水飲む嫌がってる。最近お水全然飲めへんなっちゃった、寒いから。とかなんか夏にさ、よくさ水分補給を大切にって言うやん。私冬こそ水分補給を大切にって言うできちゃうって。冬こそってことはないけど、両方な、冬も気をつけようって私は思うで。わしがそうやから、一個も水飲まなって思うた。さあ水飲んだらな、寒いやん、冷たいしさ、だ常温でも冷たいやん水。だからわしはもう最近水を飲まようと思っちゃった。なんかお茶とかぬくめて飲んだらいいやんって思うかもしれんけどな、それを多分最初に思いついて飲んでお茶をぬくめて飲んだんはいいけど、そのコップを洗ってないから、その洗うのめんどくさいからまた水分を取らなくてもいいとかするよな。冬こそ上がん、冬こそ危ないで、これあかん。なんか気づいたらこんなのったわ。はい、ART 終了後の30ミリルです。さっきの残り、しかないわ。ベールをさ、あれまだかある選手や、なんでまだかある選手やな。はい、ありがとう。カール先生で買ってしまいました。今の面白かったな。カール先生で来たのにカール先生で買ってしまいました。はい、本日3回目の ART でございます。いただきちゃーに、ART 終了後の30レベルで対決いって、特訓いって対決いって、タッチでございます。よし、ノーノー。よし、だってもう一回特訓いくんかなと思ってて、うーん、ほんだら買った、買ってもうた、虹伏せてもうた、カオル先生が。やった、さよなら番長っぽい感じに醸し出して反対泣いちゃうよ。もう見られてて、ありがとう。
ちょっと頑張って貼って絆、あそこ3台並びのところ、そう絆を